はい、続きでやっていこうか。まあ前回はモンド大活躍会ということで、ただダブルセーターを使っていくかどうかって微妙なとこなんだよな。まあニュータイプレベルがあんま高くないから、まあネタ的にはサザビーとかなんだろうけど、割とダブルセーターガンダムが合ってるんだよな。ゼータの方はもしかしたらこれもいい。ああ、そうだな、ゼータの方がいいの。いや、でもダブルゼータの方が面白いか。面白で考えれば面白いかもしれない。難しいな。もうちょっとダブルゼータガンダム改造して、ちょっと様子見たいのが、ちょっと照準上げてみさすがに。なんかもうちょっといい機体がさ、来そうな気するんだよな。というわけで、このまま次行くわ。まあ今のところまだ熟練度を取るのもそんなに苦戦してないし、頑張って改造するほどのもんでもない。アルベルト。顔小せえな、お前。小顔だな。悪い意味で小顔だな、お前。こんなん言ったらあれだけど、全体として立ち絵のレベル上がったなって俺言ったけど、まあ振りたこなかったけど、チェーンはなんかおかしくなって、なんか全然なんか可愛げがなくなって。敵多すぎ状態。おい、ちょっと強化してくれ、頼むから。でもこの場合だとあれなんだよな、ソンスケに新しい機体が来て終わりのような気がするけど。喋っちゃっていいの？めっちゃ普通に喋るな。本当だよ。なんで？協力。こいつがめちゃくちゃ軽いやつとかだったらどうすんの？そろそろエヴァンゲリオンなんじゃないの？お、やっと。やっとか。長かったな。え、会おうとしない。じゃあまだエヴァンゲリオンになってないってこと？時が来たら連れていく。なんか若干話が変わってる。女の人が迎えに来て。50人もスルーされる。降臨するもの。あ、もう乗ってる。もうノータイムで乗せられてる。これはひどいな。ギャグだな、これ。あなたはもう乗ってるのよ。すごいな、これ。葛藤が、葛藤が何もない。すごいな、なんかこれギャグに見えるな、これ。逆にこうなると、これギャグだよね、これ。太陽の使徒。
え？早っ。ああ、周期4万円か。なんか、エヴァンゲリオンの連中全員顔、なんか立ち絵の顔、縦からなんか潰されてないか、若干。全員なんか頭短くなってない？気のせいか。なんか全員縮尺おかしくないか。え？なんだこれ。なんだこれ、冗談みたいな。これギャグだな。ボス。なんでボスボロットが来たんだよ。展開が早いな。ああ、言っちゃった。まあ6000、こいつと戦わなきゃいけないじゃん、俺ら。もしかして3分ほっとけよ。いいんじゃない？あ？なるほど。あ、アシマじゃないやつ。無人機？なんだこの異様な察しのいい兜の工場。ターン以内にエヴァ初号機の HP を1万以下です。あー、まず攻撃当たる、それ次第なんでしょ。攻撃が別に普通に当たるんだったら、あー、どうだろうな。これ HP 回復持ってる、もしかしてなんかありそうだよね。あ、ほらあった。 HP 回復、 HP 回復があるから2回行動。何を言ってるんだこれ。底力9、めちゃくちゃだな。一気にやらないとしょうがないな、これ。ガン、宇宙、狙撃、ひらめき、加速、フェスト、精神コマンドめちゃくちゃいいけど。ああ、そっか、そっか、このボスボルトだから、まあ、結構強いっちゃ強いか。精神コマンドだったらこっちの方が全然いいな。こいつは、こいつはまあ修理用だな。とりあえずそうだね、連邦の兵を倒して、あ、そこ持ってたっけ。連邦の兵を倒して気力を上げた方がいい。あ、やっぱそうくるでしょう。よく見たらこれダイヤなんじゃないんだ、ビューナス。うし、あー、そっか、マジで2回ことしくんだこいつ。めちゃくちゃショルダー、パワーアーム、クロス、大きく、なんだこれ、ジャンコ先生、ヤス、なんなんだよ。やっぱエヴァンゲリオンがギャグになってしまった。この野郎、上等じゃねえか。この何が一
どうだ。おお、結構強いでしょ。これで前が底力を発動させて、でもこれなかなかきついな。これでエヴァンゲリオンとかだな。そしてもう死にそうなんだけど。うわこれ大丈夫か。これダメだろうな。うわ、やば、まずい。うわー、バーって一発食らったら死ぬ。おお、残った。これ大丈夫かな。 HP なんも26000。そうだね、いけるかな。激推してもいいのこれ、ちなみに。あー、ダメよ、激推したらダメなんだ。結構きついな。あ、必中いらないか。だとしたらいいかな。引っ掛けて、俺たちだって戦うぜ。そのためのボスボルトよ。いや、これちょっとダメな気がするな。いいですね、どこまでもついていきますよ。お待たせしました。黒金ゴム衆のご登場です。ただし他力本願で、残念ながら。ここに入れたる面々は、久々に見たな、これ。クロさん、ジャンゴさん、生身の人間が戦ってるぞ。衝撃のアルベルトと変わんねえじゃん。その名も黒金五人衆。お、強っ。結構なんとかなりそうだぞ。俺なんか4000ぐらいしかいかなくて、あーってなるのかなと思ったんだけど、そうでもなかった。え、あ、え。あ、そういうことか。なるほどね。なんかあまりにも状況が悪すぎるなと思ったけど、そんなにこいつら頑張らなくてよかった。わー、枠がきつい。だってもう出したらもう切れないぜこれ。名前も似ている。そうだ、どうだろう、なんかもういけそうだけどな、悪いと。あー、まあでもこいつ次第だ。クバンパンチ、投資力 B。 あー、激励が、激励だな、その仕様じゃないからな。周りの味方でしょ。隣接するすべての味方ユニットだから遠くにいるのはダメなんだよな。
ってみて。ブレストファイヤーか、きついな。だビューナスじゃ多分 AT フィールド超えられないと思うんだよね。だこれが8000いかないともうダメなんだけど。こいつでとどめな。ブレストファイヤー。え？嘘、 100% じゃなかった、そもそも。ダメだ、ちょっとやり直すわ。これはおそらくね、これ熟練度どうのこうのっていうよりか、多分次のターンにボスブロットがぶっ壊されて終わると思うんだよ。一回戦闘すれば OK みたいな感じなのかな。ということは、上に魔人が置いておいて、あれ名前は知らん。あ、間違えた。メンゴなんか違うな。違う、わかった、ごめんごめん、グだった。工事を、必中と鉄壁かけた工事をだけを前線に置いておいて、あと空に攻撃できない、こいつ。そうか、こいつらはもう撤退して、工事だけ置いておいて、いや、嘘でしょって。ちょっと、ああ、もうやり直しだよ、こんなの。もうエヴァンゲリオン出てくると、なんかエヴァンゲリオン出てくる人だけど、大概めんどくせえんだよな。何なんだろうな、これ。っていうことは、もうどう逃げてもダメか、これ。どう逃げても攻撃されるか。ダメだな。次のターンで何とかするしかないな。与えないとダメなんだろう、これ。おそらく。必中使うのに、尺だけど。こいつでとどめだ！ブレストファイヤー！まあこんなもんでしょう。もうさっきの5人衆が意外と火力は、思ったより火力で、まああんな演出長いやつ一回見りゃ十分だけど。あれ、あ、これじゃダメだ。マジ、これじゃ無理だよな。マジンガー軍団一斉攻撃、あ、そんなの頼む。何マジンガー軍団、逃がすもんですか。今こそ我らマジンガー軍団の力を見せるとき、ダイオンガンマ3、ミリオンアルファ1、バイオンベータ2。めっちゃ早くしちゃう。誰だ、お、やった、よいしょ。ここで味方来るんじゃないか、よし。とりあえず、じゃあなんとかなるんだ、大ターンで終わるぞ。
どれだっけ、モンド、ベル、あと移動コミあれ俺誰と出し忘れてた。あ、大丈夫なってな。配置変更して初手で火力めっちゃ出そうなやつって言ったら、まああと主人公とか、まあ、これでなんとかなるんじゃないの。激励がこれ最初のターンにまだギリ使えないんだよな。これが微妙に痛い。エグラス。ナイス。ダメか。ダメか。中大中。全部頼んだ。ナイス。うまくやれば撃墜できそうだね。ターン数を気にせずに純粋に戦いに挑めるからなかなかいいんじゃない。モンドのモンドの稼ぎができるぞ。やったぞ。あーやばい、なでしこ動かした後か。ちょっと頑張ってくれ。今回ちょっとモンドに稼いでもらおう。援護持ちだっけ。いやでしょ。ヤマトを範囲に入れて、あとはのんびり、モンドの活躍をみんなでのんびり見守る会にしようぜ。そもそも。大丈夫、最初の2発くらい食らってからが勝負だ。危なかった。上の練習どうしようかな。死にそうだな。
普通に死にそうだな。おいー鉄壁あればな。鉄壁あればかなり美味しいんだけどな。あ、なんだよ。え、ちょっとボンドが、マジで、エヴァンゲリオンがギャグっぽいな。ホイホイ乗るな。ああ。使えねえし。130か。あーもうこれ使えたらめっちゃうまかったのにや。もう惜しいわ。本領、信頼、努力、友情、そうだね。まああんまり使われる精神コマンドが大してねえから、自分でわっしょぼ、回復がしょぼい。これでなんとか、上の連中はビーチャがなんとかしてくれれば。集中モンスターって持ってねえんだよな、こっちしかないんだよな。まあ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 大丈夫でしょ多分。そうね、ハーリーもいいですよ。こっち狙われそうなんだよな。装備性攻撃、ガトリングガン、ナイフにライフ、うわーしょぼポジトロンライフル来るまでかなりしょぼい。そしてこれケーブルの扱いどうなってるの、これあんまり気にしなくていいのかな。あ、全然これケーブルの存在気にしなくていいやつだ。あとは使徒がどう動くのか次第だな。あ、やばい。あー、まあいいか。指揮官能力がBちゃんに届かないことに今気づいたけど。こんぐらい届く。あー、届いた。届いたけど、ブライトさん狙われないか、俺。なんかうまくいかないな。あんまり俺やっぱスパルボうまくねえなと思うから。こういうやってる。とりあえず何でもいいから熱中しておこう。やろモンドのカットインねえの、ちなみに。やっぱそっち狙ってくるよな。外すんだ。あれ無人
無人機がめちゃくちゃ弱いこれ、もしかして。シンジ君がやたらと前向きなんだけどやたらと前向きなシンジ君ちょっと面白いんだけど、全然ごめんねこのシンジ君。まあスパロボに出てくるシンジ君って大体そうだよ、全然ごねないです。割とちょっと励まされたらすぐやるもん。いや多分あれなんだよ、シンジも結局のところ熱血系のノリなんだよ本質的には。だけどなんかあの周りにさ、もうこじらせたやつとかもうダウナー系のやつしかいねえから、だからなんかノリが合わないんだと思うんだよ。シャングリラ魂で戦ってるこいつ。ユーザンダマジで余裕だな。つったら当たるし。まあいいね、これでちょっと底力が。なんかもうモンドじゃなくてアキトを狙ってくるんだよ。どういう判断なの、敵の判断。より遠いやつを狙うっていうあれになってるのか。沈みしてやる。おい、いいね。ナイスカビ。ただしこれ絶対連発できない。60。ただそうなんだ。どうやってミニ食うんだよな、ダブルデータガンダム。最新兵器頼むぞマジで。結構衣装になるじゃん。怪獣大決戦もいけるかもしれない。いかないか。あ、そうだよね、4000以上はいかないよね。4000でいいのかな、今回。まあなんかね、初めて出た、スパルボル出た時の AT フィルターが4000だったから、なんか毎回4000だと思っちゃうんだけど、アルファ確か4000じゃねえんだよな。3000とかなんだよな。あー、こいつエヴァンゲリオン狙ってくるな。じゃあ、まあほっといてもいいや。AT フィルドは、3500。バリア貫通、無効。なるほどね。ちっ。スズメの涙だな。信頼が強すぎるな。あんまり根性を使ううまみねえな、正直。
アクション、まあこいつらでも反撃で倒せばいいか。あまりマルチアクションしてまでっていうところでもあるな。あ、いいじゃない。いいじゃない。そっか、これができるから今回そうだな、マップエイクの地強いな。これができるか。セルフで覚醒かけられるのとかもなるとやっぱダブルゼータ結構強いな。エネルギーの問題さえなんとかすればかなり強い。もう38機も落としてきた。もうエースパイロットの風格出てるよ。エヴァーンはまあシンジルも使っていきたいといえば使っていきたいんだよな。気をつけて、敵は空から来るわよ。お前が喋るんか。全ての武器を使い切る。いやあかんやめて。バレットと大して変わらないと考えれば、まあ、そんなもんかなって感じやつに倒させるぐらいだったらこいつらに倒させる方がいい、いいと言えばいい。これいい。聞くもんか。でもそうなると今回あれだな、今回っていうかまあ第三次 Z とかもそうだったんだろうけど、まあエヴァンゲリオンは素直に強いな。3500以上通さなくて HP8000 あるわけだからなかなか。これとどめ演出が見れるんじゃないか久々に。見せてやろう、スキルを超えた戦い方を。バリアか。新しい武装を頼む。改造してるわけじゃないかな。わけわからんやつ使ってわけわからんやつって言っちゃったけど、
あのスロエンのやつら使ってる方がこのゲーム多分面白いと思う。これね、普通に素直にユーガンダムにアムロとか乗せてても全然面白くないと思うよ。これ当たんねえもんだって。やばいやばい、そんなこと言ったら B ちゃんが死にそうなんだけど。もうせっかく稼ぎ時だったのに。5% のインペル攻撃。大丈夫か。かなりきついことになっております。でもこれでエネルギーマックスでしょ。これうまいな。マデシコとセットにしておけば大体なんとかなるぞ。あ、間違えた。もう検索で使うともうこれがあるから。ハイメガギャノンで よし、いけ、やってやれ。逃がさないよ。ハイメガギャノン発射。取り下ろしたよこのセリフ。多分どの段階で取り下ろしたのか知らないけど、これモンドのとか、あのビルギットとかの声優の人って何してんの。さすがにもうアニメとかには出てないのかな。いいね、ギリギリを攻めた。無駄な摂取をしない主義。モンドの方が活躍してんぞ。お前もうちょっと頑張れや。やっぱ戦艦が近くにいる近くにいないって相当でかいね。炎上スキルさせるけ。モンドの糧となってもらう。あー、使徒もモンドで仕留めてえな。全然変わるな。何パーぐらい補正かかるんだこれ。戦艦置いとくと。さっきでも 50% ぐらいだったよな。恐ろしいよ、補正かかってくる。ちょっと加減してみる。ミサイルランチャーぐらいしよう。ナイス。
ああ、いいね、素晴らしい。あれのアギャン何のことだろう。ダブルゼータガンダム5段階改造ぐらいしちゃっていいな。だいぶ強いと思う。だからでも幸運持ちを持たした方が、まあ、なんか資金稼ぎのことを考えたら幸運持ちを乗せたいところではある。え？あいつどこ狙ってんの？別にこいつがなんかこの辺に来たら終わりとかじゃないな。何狙ってんの？さすが格闘値があまり高くないだけのことは。せいだね。43だもんな。もうビーチャを余裕で抜いてしまった。効果が 10% 距離にかかわらず最大の効果が発揮されるようになる。あ、スキルのレベルによるんだ。あー、ちなみにルールは、あー、なるほど、それのレベルが高いんだな、この感情が。だからなんかやたらと強いんだな、ヤマトを置いとくと。ちょっと何かにしてくれ。お、いいんや。世界だから見とこうっつって。え？今日の魔人が今までと違う。そう。今までも見てないから知らないけど。相手が大きければ余計にファイトが湧くぜ。こいつがゼウスの拳だ。誰だよ。すごいな。いやー、マジンガー Z のロケットパンチも出世したもんだな。最初の頃っていうかさ、あれなんだったっけ？ PS 版かさ、 P
PS 版だけど第4次だったっけ、段数2とかだったからな、ロケットパンチ。しかも大して強いわけでもねえ。あれは本当におったまげてる。他の音楽ねえ。こんな大きな相手と戦うなんて、すべての武器を使い切る。さて、あとは、あ、これがいたか。十分強いしな。結構雑にプレイしてない？俺今雑にスパロボやってんなって思うもん、自分で。すげえ雑にやってんな。ああ、いい経験値もらえるね。おお、頼むぞ。頼むぞ。頼むぞ。またいいところに来たな、お前。目いっぱい勝ってやっからな、ドラゴン。凍結バレンジで勝負だ。フェア勝つ、これは勝つ。こっちまえ。ロザリーって案外撃墜数稼いでんじゃないか。30だから結構じゃないか。そうでもねえな。そうでもねえな。あ、やっぱ真珠狙いか。いきなり呼び寄せられ、勝手に転校させられ、無理やり乗せられて、どうやって乗せられたのか過程が気になるよ。もうなんかあの状況で、乗った状況で言い争いをするってことはさ、もうなんかエレベーターがもう直接コッピットになってたぐらいのもんじゃないと説明がつかない。大胆3でお相手しよう。日輪の力を借りて、今視察のさあアタック。でもそっか、サンアタックの発生が、まあ、違う人だったからな。さっきボスボロットもかなりいい火力出してる。これ考える。アラット、じゃ次行ってみようか。これ援護攻撃で破れる。これも威力なら。ターゲット、サイトを。行けー。スリップです。やっぱいいか。でしょう。特殊で攻められるヒール。特殊性。まああんまこれ
正直もう3500くらいなら全然怖くないよね、今のスパロボで。昔のスパロボならいざ知らずさ、全然大したことないよね。やりました。とんでもない化け物だった。こういうのが必要だったんだ。話が早いな。だいたい昔のスパルボードと一回5年だけどな。任せるしかない。もうめんどくせえから任したろ。ビューナスなんだ。ダイアナも見たかったな。肩幅がね、肩幅が動画だけでも倍ぐらいあるから、肩幅倍ある人間と人間に喧嘩は売れないよ基本的に。母さんの弟、誰ビーチャー今最大限気使ったな。お前よくおばさんって言わなかったな。偉いぞ。偉いな。だってさ、ビーチャーって15とかそんぐらいでしょ確か。まだそれでさ、30手前の女が来ておばさんって言わなかったって、かなり頑張ってるよ。かなり処世術に長けてる。このビーチャーやるぞ。シンジ君が、シンジ君が求めてたのはこういうノリなんだろうな、多分。なるほど。本当にやっていけるのかな。雰囲気が似ている。そうなの。
そして雰囲気が似てる者同士が。面白いんだ。何考えてるか分かんのかな。これはもうやったんだ。バリアフィールド。悪くないと思うんだよね。サポート GM ドライブか。こっちだな。でもどっちかっていうと移動力の低さがね、やっぱ最初のターンにあれで突っ込まなきゃいけないっていうのが結構きつい。変形した状態で。じゃあダブルデータ解除しとくか。アイメガキャノンと名の付く各武器の消費エネルギーマイナス20。おお、マジか。めっちゃ強いじゃんこれ。じゃあすぐ使えるってことじゃん。 L のなんだろう、 SP なんとかすればもうすぐ使えるっすか。これで一旦目から使えないかな。 SP やっぱり。おっ、モンドにプロテクションつけちゃうんですか。アタッカー、ああもう行ったれ行ったれ。お前が主人公だ今回は。今回はもうお前が主人公だ。頑張れ、やってみせてくれ。俺にモンドセレクションの力を見せてくれ。ゲーム中断とはいい判断。長時間プレイすれば集中力が落ちてミスを引き起こす原因になる。補充兵か。だけど戦いはまだ終わらない。休憩が済んで必ずまた戻ってきて、人の犯した過ちを僕と一緒に粛清しよう。なんか危ねえこと言ってんぞこいつ。戦い以外の方法。危ねえこと言ってんぞこいつ。こいつはなんか宗教家の親玉とかだ。今のうちにもう、今のうちに仕留めといた方がいいんじゃないか。